ストリドスフォーデン90またはコンバットビヒクル90はスウェーデンが開発した STRF-9040 不評戦闘車とその車体を流用した走行戦闘車両ファミリーの総称である。二つの名称はスウェーデン語と英語で戦闘車両を意味しており STRF-90 がスウェーデン陸軍配備の車両 CV-90 が輸出向けの車両を指して使い分けられる。 1993年に生産が開始され、開発国のスウェーデンが500両以上を配備するほか、オランダ、デンマークに CV9035、スイス、ノルウェー、フィンランドには CV9030 が輸出されており、延べ1200両以上が生産されるとみられる。ストリドスフォーデン90の開発は、1980年代半ばに開始された。開発には、 複数の企業が携わっており、砲塔及び手法をボフォースディフェンス、車体をヘグランドビークル、エンジンをスカニアが担当した。1988年から5両の試作車両による各種試験が3年ほど行われた。そして、1991年3月にスウェーデン陸軍は調達を開始し、1993年11月に最初の車両が納入された。 ボフォースディフェンスは2002年にアルビス PLC に買収された後、2004年にはベイシステムズに買収された。現在はベイシステムズランドアーマメンツが開発と製造を引き継いでいる。ありがとうございます。